Amazon.com の4月から6月期の決算は、売上高が1年前と比べて10%プラスの1,479億7,700万ドル、およそ22兆2,000億円でした。純利益は2倍となり134億8,500万ドル、およそ2兆円でした。AI 需要を背景にクラウドサービスの売上高が伸びたものの、主力のネット通販は伸び悩みました。